薄墨桜の一薄墨桜とは、岐阜県本須市の根尾谷、に、薄墨公園にある一本桜。樹齢1500年以上の江戸悲願の古木である。日本語大桜、または三大巨桜の一つ、国の天然記念物である。薄墨桜は、蕾の時は薄いピンク、満開に至っては白色、散り際には得意の淡い墨色になり、 薄墨桜の名はこの散り際の花びらの色にちなむ。樹高16.3メートル、寒い目通り9.91メートル、枝張りは東西26.90メートル、南北20.20 20メートル。樹齢は1504年と推定され、携帯天皇を手植えという伝承がある。近年では、幹の廊下が著しく、館内部にできた空洞も広がりつつあるが、 樹木医や地元の人々の手厚い看護によって守られている。昭和中期には作家の宇野千代がその保護を訴えて活動したこともよく知られる。苗木を分けて岐阜県や愛知県内あちこちに子孫が植えられている。日本語大桜または三大巨桜の一つであり、1922年10月12日には国の天然記念物に指定された。毎年の開花の季節には、 多くの観光客が訪れる。薄墨公園内には、薄墨桜の資料を展示する桜資料館がある。近くに、財団法人ネオ桜交流ランドが、管理運営の薄墨温泉と、宿泊施設式祭館がある。伝承によると、467年頃に、王道がこの地を去る時、日の熊高波子の三殿を焼き払い、 その後に一本の桜の苗木を植えたという1913年には大雪のために幹の一部に亀裂が発生し樹勢が衰え出した。1922年10月12日には国の天然記念物に指定された。1948年には文部省により調査が行われ3年以内に越しと判断された。1949年3月10日から4月5日には 岐阜市の司会師、前田俊之が山桜の根を継ぎ木した。前田は人間を見る司会師であるが、梅など古木の再生でも評判であった。1950年には再生して開花した。1959年9月26日の伊勢湾台風により被害を受け、1967年4月11日には、宇野千代が訪れて山上を憂いた。 1968年には、雑誌、太陽4月号に、宇のによる、気候文、薄すみ桜が掲載され、岐阜県知事の平野三郎が、県文化財審議会に保護再生を図った。その後、生物学者の堀竹よ義により診断が行われ、再生策がまとめられた。2003年には、日が、美の桜33選に選定された。2008年には、 本桜を含む14種の花の種を国際宇宙ステーションの日本実験棟希望に8ヶ月半滞在させた後に地球へ戻し、無重力状態が発育に与える影響などを調べるという実験が行われた。2021年時点で全米桜祭りで有名なアメリカ・ワシントン DC のタイダルベースンに植えられている桜のうち1.3%が 薄墨桜から継ぎ木などで増殖したクローンの江戸悲岸である。花見客の便宜を図るために、樽見鉄道は4月1日から15日頃に特別ダイヤで運行している。元須地域では薄墨桜に向かう国道157号が薄墨街道と呼ばれる。ありがとうございます。